ディエゴ・ライネス。ディエゴ・ライネスは、16世紀スペイン出身のカトリック、司祭、神学者、聖職者。イエズス会創立者の一人で、第二大総長でもある。現在のスペインにあたるカスティーリア・アルマさんで生まれ、1528年から1533年まで、アルカラ大学で、神学、哲学を学ぶ。1533年に、パリで、 イグナチオ・デ・ロヨラと知り合い同士となり、翌1534年8月15日に、モンマルトルの丘に登り、ロヨラをはじめフランシスコ・ザビエル、ピエール・ファーブル、シモン・ロドリゲス、ニコラス・ポバディリア、アルフォンソ・サルメロンと共に7人で誓願を立てた。これが、イエズ・ス会誕生の瞬間だった。1535年、病気療養のため一旦故郷へ戻ったロヨラと別れ、他の5人と共に、 パリに残り勉強を続け、1536年11月に、パリを出発し1537年1月に、到着したベネツィアで、ロヨラと再会した。3月に、再度ロヨラを除き、ローマへ旅立ったメンバーの一人に加わり、ローマ教皇パウルス三世に越見、ベネツィアへ戻り6月24日に主催に、除解された。誓願を叶えるべく当時ともも、エルサレム巡礼を図ったが、 情勢の悪化で果たせず、ロヨラ・ファーブルと共に再びローマへ行き、1538年に、教皇からの任命で、ファーブルと共に、ローマラ・サピエンツァ大学で聖書と神学を、講義することになった。他にも1539年に、教皇の命令で、ファーブルと共に派遣されたパルマでレイ・ミサオにより、人々を引きつけ、1546年と1551年に、 教皇の要請を受けた、ロヨラの命令で、トリエント公会議に去るメロンと共に出席、有弁さと白式で注目を集めた。また、イエズス会主教育で、ロヨラに助言、新学生たちのために、いくつかの大学長に寄宿者を設けた。1556年に、初代総長ロヨラが死去したとき、ライネスが2年後の1558年に、第二代総長に選出された。 2年間の空白は、スペイン語フェリペ2世と、教皇パウルス4世の対立があったため総会を招集できなかったほか、ロヨラが後継者を、はっきりと定めていなかったことに原因があり、一時、ロヨラから、総長代理に任命されたヘロニモナダールが浮上。ロヨラやライネスの同志で創立者の一人でもある、ボバディリアが、権限の異常を要求したり、会見を批判する。 陳情症教皇へ送ったりして、混乱を助長させた。前者の問題はナダールがライネスを支持したため、後者は教皇から裁量を委ねられたアントニオ・ギスリエーリ数奇教がボバディリアを説得、要求を断念させたため解消。こうした難題を経て、ようやく招集された総会でライネスが総長に選出された。総長としての活動は、会見の検討と承認。 諸国の会議出席が挙げられる。教皇ピウス4世の命令でローマを離れ、1561年にフランスのカトリーヌ・ド・メディシスがプロテスタントのカルバン派とカトリックの和解を図り、招集したポワシー会談、翌1562年にトリエント公会議に出席した。フランスではポワシー会談でカトリックの正当性を強く主張して、会談は決裂。 ガリカニスム主義者がイエズス会の進出を妨害するなど苦難続きだったが、ナダールを右腕として会見の内容を説明して普及に努めた。また、スペイン人会士、フランシスコ・ボルハがポルトガル王家の信任を得ると、国王セバスティアン一世の助言者にカマーラ神父を派遣1561年にスペインの異端新聞書に迫害され、 窮地に陥ったボルハエピウス四世のローマ、召喚命令を伝え、彼がポルトガルからローマへ亡命すると、総長代理を任せた。1565年1月19日、ローマで死去。7月2日に開かれた総会で、ボルハが第三代総長に選出された。ABCD キリスト教人名典、P1745。ABCD 新カトリック大辞典編委員会。 p1192、中川、p125、p127、七ァンガート、p15。中川、p135、p141、p147、p153、p156、六ァンガート、p16、p20。中川、p160、p176、p177、七ァンガート、p24、p28、p68、p69。 ヴァンガート P53P55 クルーラス P448P451P452 ヴァンガート P55P80P83 クルーラス P452P453 ヴァンガート P56 ありがとうございます。